開催開催開催今日は何をするんですか今日は、はい、ちょっと懐かしい企画やろうかなってことで、もうハイサイ始めたばっかりの時かな、YouTube で、はい、の時にやってた動画があって、ろうそくで料理する動画があったんですよ。ろうそくで、ろうそくの火で、あったわ。その動画がこちら。700円。超えてた。待って、換気しよう。以上さん、わざろ。今の状態だったら、うん、どんなもうクオリティさすがに上がってるじゃないですか。絶対。ああ、なるほどね。上がってるじゃないですか。はいはいはい。どうなるのかなっていう。なるほど。じゃあそれを今回準備したのが、はいはい。はい、こちらですね。多いな。ろうそく、120本。120本。しかも、ね、今回は、うん、火力が絶対あるっていうのを前回で知ってるんで、はい、火力があったら美味しくなる料理っつったら、うんうん、何がありますか。火力があればあるほどいいっていう。火力があればあるほどいい、はい、ステーキとか。あ、ステーキ、まあそうだね、ステーキとか、あとチャーハンですね。あ、チャーハンだね。チャーハンですね。なんか結構言うじゃないですか、中華料理は火力がパラパラにするためにね、大事みたいなのあるじゃないですか、うん、じゃあ作っていきましょうか。はい、はい、まあ俺の番なので、じゃあ早速ろうそくの設置でございますでしょうか。はい、しましょうか、うん、前回が多分こんぐらいだったかな。あ、そんなもん、多分こんなもんだった。私の太ももぐらいあるぐらい、うん、一旦これにどん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 入れ込むの。よし、おおおおおお、はい、よいしょ。あ、すごい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でも本数が多いとちょっと固められない、うん、ただ問題なのが、うん、これ一本一本ここの部分しか燃えないから、うん、ここつけたら一気にバッて燃えるわけじゃないわけよ、うん、一個一個つけないといけないんですよ。あ、そうなの。時間ロスになる可能性もあるんだ。だから一気にやらない。だから今バーナーがあるさ、バーナーがあるから多分大丈夫、うん、あ、バーナーね。しかもただのバーナーじゃないんですよ、うん、なんかもう業務用バーナーなんですよ。ずっす、これやばいっすよ、火力やばいんで、これ一瞬つけてみる、うん、え、え、あ、どうぞ。どのぐらいの火力、うん、あ、おしよ、強そうに見える。強そうになる。強そうに、で、あっち窓を開けました。換気、うん、で、あっち側のドアも開けます。換気のため窓も開けて、ドアも開けます。で、ちなみに、はい、準備はできたんですよ。そうそう、誰が作る、なんかハル作らんの。俺とハル、検証演奏で検証。じゃあ、うん、中華料理屋で働いてる、うん、知り合いいるから。おお、ちょ、間違いないです。もし仕事中だったらちょっと呼べないんですけど、うん、ちょっと電話して確認してみましょう。はい、お願いして、うん、いいですか。ちょっと3人検証員ってことで、はい、ちょっと連絡はしておきます。はい、はい、お願いします。今からたけし、まごろくさん召喚できない可能性もあるんですね。ちょっと急に来てるの。あ、もしもし。はい、おはよう。本当に知り合いだ。りゅう、今日仕事。りゅうかな、ほんまっぽい。りゅうって言ったら、あー、オッケー、うん、うん、もし休みだったらちょっと今日日本人じゃないですか。うちの事務所来れない？うん、ちょっと今チャーハン作る動画を撮りたいんだけど、誰も作れる人がいないから、うん、もしあれだったらリュウに作ってもらおうかな。リュウ、かっこいいな、かっこいいね。あ、オッケーオッケー、助かる。あ、ありがとう。あ、オッケー。じゃあ今から向かい行くよ。うん、待っててね。はいはい、あ、オッケー、僕です。おぉ、来たー、よかった。じゃあ、お願いします。じゃあちょっと、迎えに行ってきます。ごめんね、前持ってじゃなくてごめんね。いいです、ごめんね。準備不足なもんだから。はい、北かな。北みたいですね。リュウさんですか。はい、そうです。おぉ、あ、どうぞどうぞどうぞ。リュウさんですね。リュウさん、リュウさん、リュウさん、何番だっけ、何番だっけ。中華7番。なんか、うん、うラッキーなのかな、うん、あ、マオシンの方じゃないですね。いやいや、あれはいとこで、あれいとこなんだ。あいつはちょっと勝てないですね。あ、勝てない。それ劣ってるんだ。じゃ
そう、少し下ですよ。あるでしょ。あ、ちょっと代わりにあの、僕の店で座られる。やっぱり僕が見ると穴大きいんで。安倍氏助かるな、本当にこの時7番さんは皿洗いもするんですね。で今日聞いてますわ、まあ、安倍氏から。そうそう、聞いてます。なんかチャーハン作りたいけど作れる人がいないって。あ、そう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 、そうなんですよ。で、あのなんかあれだったじゃないですか、黄金チャーハンだって。あ、そうそう、あ、黄金チャーハン、うん、これ有名じゃないですか。試験に出ましたね、以前。試験え、なんか試験あったんですか。あ、もう全然あるんで。あ、チャーハンの試験があるんですね。プロの人に頼むのはあれなんですけど、そうなんですよね、あの黄金チャーハンちょっと食べたいなと思いまして。そうなんですか、大丈夫ですか、7番目の。あ、まあ、もう全然いいですか。ちなみに調理器具は今回こちらということで。あ、そうですか。あ、そうですか。これ見たことありますか。あ、もう全然あるんですか、これ。あるんですか、これ。4000年歴史があるんですよ、中国。4000年通過してるみたいですね。逆に4000年前何でやってたのってなると、うん、もうここは通るしかないじゃないですか。そうなんですね。だってガスコンロとかないんで。ああ、昔はないですね。ですか。なんだ、マッキとかなかったんですね。もう任せてください。うん、じゃあ、ろうそくといえば龍安倍晋みたいなところです。龍安倍晋、安倍晋さんなんですね。安倍晋。龍安倍晋。龍安倍晋。あ、じゃあ、安倍晋さん。はい。早速いいですか。よろしいですか。じゃあ、はい、じゃあ早速チャーハンの材料というか、うん、まあ、調理工程の方から、はい、取っていきたいと思います。OK です。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、黄金チャーハンの具材って何ですか。はい。で、長ネギ、うん、で、スーパーで売ってるご飯ですね。で、卵ですね。もうこれだけです。材料、あとはまあ調味料使うぐらいなんですけど。え、あ、そうなんですか。具材そんな、もうご飯、卵、ネギ4種類。そうです。これだけでいきますね。三拍子。あ、これだけでいきます。マジっすか。じゃあ早速何からいきましょう、はい、ちょっとね、はい、今回ネギを使うんですけど、はい、緑の部分、はい、ここの部分は、うん、今日は使用してません。あ、そうなんですね。黄金チャーハンということで、はい、緑が混じると色が混ざっちゃうってことか。そうそうそう。ああ、じゃあ別の料理でまた使いましょうね。はい、こちらはちょっとね、鍋物で使いたいです。中華料理にネギは欠かせないんで、結構太めなんですね。そうですね。ああ、なるほど。やっぱしっかりこの白いネギにも黄金の色をつけたいので、うん、お店どんぐらいやってるんですか。あ、そうですね。お店ですか。うちの創業何年ぐらいですか。うちの父親の代からなんで、うん、沖縄で店経営したりのは。沖縄ですね。はい、沖縄ですね。はい、そうです、そうです。あ、沖縄で。どうぞ。すいませんね、なんか創業、うん、親父の代から数えたら、うん、20?28年目かな。あ、結構じゃあ、うん、結構最近なんですね。はい、うん、最近、うん、なんか何千年っていうのかなと思って。いや、もう全然全然平成なんですね。うん、うん、そのまま使いますね、いつもチャーハン作るとき。普通なんかもったいないじゃん、なんか。まあまあまあ、うん、もったいないんですけど、うん、そこはあえて卵白は別の料理に使っていただいて、うん、はい、今回は黄身のみ。黄身のみ。そうです。卵黄のみ。黄金色ってことか。そうです。はい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 。そこから来てるんだ、色は。なるほど、なるほど。OK ですか、これ。もう全然全然、うん、はい、もうこれです。おー、ここできた。おー、おー、よいしょ。おー、大丈夫。おー、大丈夫。あー、やばい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 、大丈夫。あー、バレ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 。おー、やばい、やばい。で、こんな感じで、じゃあ残り、はいはい、1パック分はすべて、卵黄と白身は取り分けていきます。はい、よいしょ。美味しい料理はね、うん、調理時間よりも下準備が大事です。そうなんですね。人間みたいな。そういえば僕あのアニメで見てたんですけど、あ、なんでパロよりにはね、これ、集中してるから、すいませんね、いやいや、これ、慣れてないでしょうね、たぶん、山口さんは、たぶん、料理、カメラ回す、慣れてないと思います、なので、ちょっと、すいません、危ないですね、ちょっと手洗ってきましょう、マジで失礼しました。ご飯、大体180グラムかな、で今回、2つ、4つ使用なんで、グラムまで、グラムまで指定される。
まあまあまあ、だいたいいいぞ、まあ、お茶は1個分の感じですね、はい、あ、うん、最初混ぜちゃうんですね。もう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 、ネギと合わせてください、はい、え、もう入れちゃうんですか。黄金の素を入れるんですか。いいですか。あ、いやー、あー贅沢、なんか、はい、贅沢っすよ。これ卵かけご飯の完成ですね。全部かけ終わった後に、混ぜてください、うん、お、混ぜるんですね。混ぜてください、たくさん、うん。味付けは先に入れちゃってもいいです。例えばここにある程度の塩コショウ入れるだったり。ああ、いいですね。全然。いい、大丈夫。よし。じゃあ次。はい。はい、塩コショウ。はい。うん、ああ、なるほど。じゃあこれですね。今回使うのはこちら。コーンペースト。お湯目がいいのであれば。うん、すごい。なんかムーネージみたい。下準備は終わりましたので。はい。あとはやっと。そう。炒めるだけ。炒める。チャーの部分ですね。はい。チャーハン、ちょっと準備しましょうか。じゃあ着火していいですか。お願いします。お願いします。いきますよ。はい、すぐなってきた。いきますよ。いいね、多分ね、いいね、はい、行きましょうか、行きましょうか。どうぞどうぞどうぞ、油入れます。最高、はい、行きますよ。はいはい、もうジューシー、ジューシー、いいね、ジューシー、火が相当すごい、火が相当すごい。おお、いいね、ジュージューしてる。火力命。あ、でも懐かしいですね、この感じ。あ、でも意外とロウソク持ってね、持ってそうですね。うん、全然持ってる。あ、これ成功だ。いいよ、成功。すごい、まだまだいけそう。全然いけると思う。すっ、すぐいっちゃって。あ、これ成功だ、これ、ほら、さらにロウも下に溶けて、すごい、見て、これ、ほらロウも下に溶けて。あ、本当だ、大丈夫、大成功、いいね、いいね。お、パラパラなってきてる。パラパラなってきてる。すごい、すごい、高速もまだまだ余裕じゃないですか。ね、そうそうそう。シャイお前、シャイお前、お前シャイお前、お前テンション上がはは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 。結構くるでしょ。いや、スイカーパラパラ熱っ、マジ熱い、これほいよいしょ、いいね、いいね。お、さっきよりうまい。ほいお、さっきよりうまい気がほいプロ、プロでした、ごめんなさい。ほいでもなんかパラパラになってる。はい、完成。これはい、あ、かきます。最高。はい、作って、はい、ちょっと今回量が多いんでね、ボールの方使わせていただきます。よっしゃ、いいですか。はい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 、今回ね、あのよったくさん、うん、しっかり対策してくれたので、うん、見てください。流れ星太郎はしっかりこの水の中で固まって他に燃えすることがないように出来上がってます。下に垂れてない、浮いてる、これ浮いてる浮いてる浮いてる、ほら表面にも、すごい表面浮いてる、なんかグニグニしてる。まだ固まりきってないです。まだちょっと熱も あんまり。すごい。中のロウは熱いはず。うん。おお。すげえ。最後のこうなってますね。あれ、ちょっと待って。よく見たら一塊のロウになってないこれ。うん。本当だ。もう溶けて境目がなくなってます。本当だ。まだあと2回ぐらい使えるね。使えるね。これは置いておきましょうか。あ、じゃあちょっと安倍晋さんにこれ譲ろうかな。はい、お、いいですか。お店に。たまにうちのガスコの最近ちょっと調子悪いんで、うん、止まるんで。調子悪いんですね。調子悪いんで。それ、まあ、危なくないですか。業者呼んでるんですか。あ、もう直せるんですか。じゃあこれをちょっとどかしましょうか。はい、じゃあチャーハン熱々のうちに食べましょう。はい、完成しました。いいねー、楽しみ。早速じゃあ味わっていただきましょうか。では俺の特製黄金チャーハンを楽しんでくれ。今光ってなかった。これだったのか。何いい声か、まぶしいな、まぶしいな。もう盛りぜ、盛りぜ、盛りよ、もう大丈夫だよ、足りてるよ、尺足りてるからね。黄金チャーハン完成いたしました。ご飯って光るんだ。黄金の名に恥じないチャーハンになりますので、食べたいっす。ぜひいただいてください。はい、どのぐらいパラパラなのかもね。あー、パラパラだ。ほら、
ごめん、照明係いいですか。あ、いいですよ、照明係。照明係、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 頑張ってもらったんですよ。この日のために出勤してますね。じゃあ、食べましょうか。はい、いただきます。いただきます。美味しい。ふんわりパラパラでふわふわする。ほんと、うん、味もしっかりしてきる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。じゃあそろそろ私、キッチンの前に立たないといけないんで、そうですね、安倍氏また皿そうさんなんで、そうそうです。もう代わりに今働いてくれてるんで、安倍さんも、うん、そう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 、チェンジチェンジしてまた戻しましょうね。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、ちょっと待ってください。やめろ。あ、来た来た。ほら、ハロー。あ、失礼じゃないか。これは、特急中止。まさか、それは噂の見てしまいました。特急中止。見てしまいましたか。私が最年少で特急中止を取得した龍阿部慎です。もう隠すしかなかった。いろいろお店をやってると、あ、保健所とかがうるさいんで。別にこれあったところで保健所かからないんでしょ。中華7番なんでしょ。中華7番です。7番なのに特急なんだ。7番って取れたんですよ。13番まで持ってます。いいのを食えましたね。あ、もちろん。ありがとうございます。また来てくれるの。あ、もうぜひお伺いさせていただきます。ありがとうございます。また光った料理をお願いします。お願いします。あ、再生回数が良かったらまた光らない。そうですね。再生回数しないですね。再生回数の光しないってこと。光しないで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、今回はろうそくのろうでチャーハンを作ってみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。